こちらは北川村モネの庭マルモッタンの庭園が描かれた高知県オリジナルの年賀はがきです。高知中央郵便局では来年の干支タツのイラスト入りなど6種類が今日から販売されています。年賀はがきの販売枚数は13年連続で減っていますが、新年のメッセージを届けようという人たちが次々と窓口を訪れていました。モネの庭の部分を買いました。ちょっと今単身でこちら来ているので、高知県の良さもこの絵とともにちょっと届けたいなと思ってます。コロナも明けて初のお正月になりますので、また久しぶりに会えることを楽しみにということを書いていきたいと思います。今日は8月に高校生バンドの全国大会でグランプリを獲得した太平洋学園高校の長崎優香さんが一日局長を務め、ギターと歌声を披露しました。長崎さんが伝えたいメッセージとは。私自身不登校だったこともあるので、今はしんどくてもなんかきっかけがあればまた楽しく過ごせるっていうのを届けたいです。年賀状の受付は来月15日からで、25日までに投函すれば元日に届くということです。